ルマンドへようこそ。これチョコですか？ノーマダム、ご賞味あれ。Quelle texture délicate et légère。こだわりです。クレープ生地のザクザク食感、一口ルマンド。トレビアンだね。ブルボン。よろしくお願いします。お願いします。宮瀬隆美さんです。お願いします。お願いします。お願いします。はいはい。はい、カット。トレビアンだね。これなんかどっちかやろうかなと思ったの。最初だけ見てて振り向くか、トレビアンだねでうなずくか。トレビアンだね。はい、ボケ。これチョコですか？はいはい。ご賞味あれ。カット。カット。キャンテクスチュールデリカテレジェ。こだわりです。フランス語講座の時間です。チョコレート。チョコ。小さい。では世界を意味するルマンドが小さいサイズになったものは？ブルボン一口ルマンドです。あの、晴れてよかったですよね。確かにまだ本当にこの間雪が降ったりして寒いかなと思ったんですけど、うんうん、日が出て暖かくて久しぶりにあの一緒にこうやって仕事できて、前回は別々の撮影だったんで、うん、はい、あのどうだったかなって頑張ってたかなって思いながらだったんですけど、あの目の前でフランス語も聞けたので今日はあのいい眠りにつけそうです。本当ですか？うん、はい、そうですね。あのフランス語を披露させていただいたんですけど、すごく難しかったです。慣れてなくて、でもなんか楽しかったです。何で笑うんですか？結構あれでした。何度も繰り返し発音を聞きながら、あのノンマダムだったりいろんなこうフランス語をこう CM の中に詰め込んでいるので、楽しみにしててほしいなと思います。まあ本当のこと言うと聞いてないんですけど、まあびっくりするぐらい流暢で。専攻してた？ん？第一外国語専攻してた？いや、してないですね。本当？はい、いや才能があるんだなって。やっぱ音楽もやってるんで耳とかね、音の感性が鋭いのかなっていうのをすごい今日感じたんで。聞いてないんですよね。聞いた手でやってんだ。そうなんだ、うん、そうなんですね。そうなんだって言っちゃった。はい、うん、登山。へえ。登山去年ぐらいからやりたいんですけどまだやれてなくて。登山。登山やりたいんですよ。でもそんないい、ね、やっぱね山は舐めちゃダメなんで、うんうんうん、最初はもうその緩やかなところで安全にやれたらなと思ってるんですけどね、はい、なかなか一人で始めるのあれなんで、あ、そういうもともとそういうの詳しい友達とか、あれ詳しい？あ、でも登山経験あるんで。それは僕もある。多分みんな学校の行事である。そうですね。そうそう、終わった。え、でも僕も一緒に行ってます。あ、それ大丈夫です。登山やりたいですね。はい、はい、ゴルフですね。おう、それ教えられるな。あ、行きたいです。お父さんもゴルフ始めたんです。
なんでちょっと興味があるんですよ。でなんかやっぱ深いって言うんですよね、うん、ゴルフ、うん、あの今まであのゲームでしかやったことがなかったので、うんうん、ちゃんとチャレンジしてやっぱ回ったりとかしたら多分絶対楽しいんだろうなって思うのでゴルフにチャレンジしたいです。うん、この1年ぶりについこの間行ったんですよ久しぶりに、うん、で1年間クラブも触ってなかったのになんか知らんすけどベストスコアが出たんですよ。へえ。何それって思ってお父さん最近始めたの。お父さん最近始めました。じゃあいいね親子で行けたら楽しいもんね。はい、じゃあ友井さん、うん、いいの。はい、いいんですか。プロゴルファーになりたいです。はゴルフになりあゴルフをやりたいですゴルフになりたいんだってゴルフやりたいですよ、うん、僕最近好きなイラストレーターさん、の展覧会見たんですよ。でその人が描く女性の絵がすごく可愛らしくて、はい、こうなんつうの息遣いもあるような生活感があるようなすごいああいう絵描けるようになりたいなっていう人なんですよ。だからその勉強も兼ねていろいろ行ったらその好きなその作家さんの絵に囲まれてるあの空間がやっぱすごいリフレッシュになりましたね、うん、絵お上手ですもんね。すごい。いやだから俺は習ったこともないしさ、はい、基礎もないしさ。いやでも逆にそれがいいんですよ。どの目線僕絵画も好きなんで、お前本当に手当たり次第伸ばすなってごめんなさい。プロゴルファーになりたいって言ったりでもすごいすごいんですよ本当に。お写真見させて、あお写真じゃない絵を送ってくださる時もあってすごく友恵さん節が出てる絵なのでなんかもっといろんな人に見てもらいたいです。今回の雑炊には入ってるんですか。絵は入ってない。あ、そうか。本に前入ってていろいろ絵描いてあったので見させていただいて。そんな雑炊のこと言ってくれなくて大丈夫です、はい、でも雑炊欲しいですそれは裏で言え、はい、癒される。癒される、はい、癒されたものはそうですねラジオがやばいデジャブやばい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 ごめんなさい。でも最近癒されたものは、うん、あ日光です。日が当たる外でこう撮影したんですけど今回外であまり撮影する機会が最近なくて久々にこう直射日光を浴びて撮影できたのがなんかこうすがすがしかったですね、うん、スタジオが多かったんでマインドまでフランスの方みたいになってるじゃんああフランスの人とかすごい日向ぼっこ好きなの。あ、そうなんですか。ヨーロッパってやっぱ太陽出てる季節が短いから。なるほど。あ、さすがですね。じゃあ中身もやっぱそういう役になりきれたかなと思います自信持ってまとめていや、なんかはい、お芝居も それによってちゃんと気分もすごく高まったので最高に癒されました。ありがとうございます。ありがとうございます。カメラです。今日は持ってきてないんですけど基本持ち歩いてて今日は持ってきてないので大丈夫だよそんな真面目に考えなくてでも本当に普段はカメラが好きでいろんな人物風景撮らせていただいてます。一応今回はカメラ持ってきてなくて携帯で写真を撮らせていただいたんですけどすごく表情豊かでいろんな表情を見せてくださっててすごく撮っててもっと撮りたくなるような方でした。いっぱい撮れたでしょ今日は。ほぼ怪現象みたいな表情がでもすごくやっぱ表情筋がすごいあるんだなと思いました僕も年々手荷物がなくなってきてるんですよ本当携帯今携帯でバスとかも乗れちゃうし確かに本当携帯だけなんですよね。でもそんな僕でも現場にこう移動する車には絶対一口ルマンドあるんですよ。やっぱ仕事の合間にパッて食べるんでいやこれサービスでも何でもなくマジの話ね。はい、うん、マジですね。そうでしょう、はい、そこでそういうリアクションするとサービスの人みたいになっちゃう。いやなんないでもうわうまいと思っていいすごいなんかさすがだなっていろいろ学びました。いやごめんなさい潰す気はなかったんです今はいすいません。だから皆さんもね、はい、これを機会にぜひ持ち歩いていただけたらなと。はい、
俺の編集点にかぶせてくんだよね絶対うまいことつながるようにやってんのにすいませんいやいやいいよ、もう自由にやって。食べた？これ食べました。なんか、あ、どうぞ。いいよいいよいいよ。ザクッと感が増してて、うん、歯ごたえがあったので何個も何個も食べちゃうような、はい、商品でした、うん、これはコーン、コーン、コーンフレークとクレープが、ま、混ざってるんですよね。あの食感がね、はい、ザクンとかね。だけどその中にちょっと柔らかさがあって、うん、なんかあとさ、はい、勘違いだったら申し訳ないんだけど、こう塩が効いてて、それが切れ味が出てんのと、うんはいはい、なお甘さがこう引き立たされるような感想を覚えました。だからよりこうこれまでの一口ルマンドなかった、はい、パターンというか、はい、ケースで手に取ってもらえる、はい、ポッと入れてもらえたら、うん、これまでとはまた違う、これまでのシリーズはまた違う、こう食後感のある、うん、そういうシチュエーションで楽しめるものになるんじゃないかなって思いましたね。